かったんでね、ちょっと根掛かりの取り方をね説明しようかなと思います。こうやってね、まずはねトン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 と聞いてみます。そやけどね、これではね取れない時がありますよね。でその時はこのね、潮神、まあ風神でもいいけど、流されてる方向の逆側ですねに、遡上するような形で、カヤックをねちょっと漕ぎます。でその時に大事なのが、みんなねこれね、なんていうのかな、これベールを上げるっていうのをフリーにしていくんですね、多くの人は。でもねこれフリーにすると糸がね老けていって、糸がね老けて違うところにねまた引っかかったりするんですよ。なのでこれねフリーにするんじゃなくって、ドラグをね緩めます。ドラグを緩めるでね、適度に出るぐらいの、ちょっと抵抗があるぐらいの、ほらこれぐらいで出るでしょ、これぐらいの抵抗でかけます。それで向こうに漕いでいきます。ちょっと行きますね。出ていってますよね。よし。でこうするとね糸老けが出ないんですよ。なので糸老けが出ないから、しかも勝手に外れて魚が勝手に来た。こんなことあんの？ね。糸老けをね出せへんようにこうテンションをかけながら取ってあげると、このね仕掛けをかわしたところでこうやってね勝手にねポロンと取れる時もあります。でもねラインをね出しすぎるとすごい糸がね老けるんですよ。なので糸を巻くのも大変やし、いやマジか、うわー、しかもでかっ。こうやって普通はねこれで取れるんやけど、場合によってはですね、やっぱねどう頑張っても取れない時があります。でこんな時はね結局糸を切るわけなんですけど、糸を切る時にですね、例えばこの道糸をね引っ張って切ると、まあ、これなんかね08なんですぐ切れるんですけど、例えばこれがね1号 1.5 号2号3号っていうね太くなってくると、こういう風に切るとですね、この切った反動でね、火薬からひっくり返ることがあります。なので基本的にはですね、こうやってね根掛かりを切るのは、やめた方がいいです。でこれ切るときにね、どうやって切るかなんですよ。これが問題。このね根掛かりを切るときはすごくねいい方法があります。それはどうやるかというと、この糸をですね
このパドルのシャフトに絡めて漕ぎます。でそうすることで切れ、そうすることで切れるんですけど、僕の場合はですね、ラインカッター代わりにこのパドルのね片側だけグリップつけてます。でパドルの片側だけグリップつけるっていうのは、こっちがグッと握るんやけど、こっちがね滑らすんですね。右フェザーの場合は右手だけこうやってグリップつけるのがおすすめなんですね。でまあそういうのもあるので、こっちだけにグリップつけてます。でこのグリップを使ってこれをですね糸を絡めます。で糸を絡めた状態で漕ぎます。そうすると無理なく、ね、無理なく糸が切れます。切れました。もったいないね。ルアーもったいない。ルアーはもったいないんやけど、せやけどね、カヤックでこうやって根掛かりした時にですね、糸をですねこの道糸から切ると、やっぱゴミもその道糸分多く出るしね、このね道糸をねやっぱり流す行為ってあんま良くないので、今みたいにね、切ってもらったらいいと思います。はい、ということでね、今回はこのラインカッターにもなるパドルグリップの付け方を紹介しようと思います。ではどうぞ。はい、ということでね、ちょっとやっていきましょう。まずね、用意するものは、このパドルですね。パドルと、あと、いつもお世話になってます京和さんの、ラバーグリップスーパーね、これですね。あとはハサミとビニールテープ、最後にドライヤーということになります。これだけです。まずはね、このラバーグリップですよね。このね、ラバーグリップもどうやったかいな、内径がね、いろいろあるんですよね。で、内径いろいろあって何がおすすめですかっていうことは言えなくって、要はね、ここの径ですよね。ここの径に、合うものでね、やってもらえればなと。それでね、これもね、ほらギリギリのキチキチなんですよね。まあこれぐらいのやつで合わせてもらったらいいかなっていう感じです。それと切るのはですね、ここですよね。このグリップで使うところのここからここということでね、まあ大体でいいです。あらかたでいいので切っていきます。どれぐらいなんかな、これ25センチとか25センチもないか、20センチぐらいですね。20センチぐらいに切ります。それとここのですね、このはめるところのですね、はめるところの両サイド、これにですねビニールテープを巻きます。ビニールテープを巻きます。でね、このコツがね、ちょっと内側の方がいいですかね。ギリギリ外でやるんじゃなくて、ちょっとだけ内側で、テープを巻くっていう感じしてもらったらいいんちゃうかなと思います。はい、ちょっと見えにくいけどね、こんな感じで巻きます。それで最後同じのここですね、これがちょっとね、このビニールテープがこのラバーよりも内側に来るような感じで
巻いてます。これなんでかっていうと、このラバーグリップって熱で収縮するんですけど、この熱で収縮するのはこっちにも縮むけどこっちにも縮むんですね。なので両方がねギリギリに当てると縮んだ時にねこのビニールテープが出てきます。なのでちょっと内側にね、まあどうかな、おのおの1センチから2センチぐらい中に入れてていいのかなっていう感じです。それでこれを今から入れるんですけど、これがねなかなかはまらないんですよ。これがなかなかはまらないのね。なのでこれはですね一回ここをですねビニールテープで角をね取ります。こうやってですね一回ここの表面をあのビニールテープでちょっとねあの角をねちょっとこう滑らかにした状態で、これをね洗剤ママレモンですね、ママレモンをここにギャーッと塗って、これをねつるっとこう中に入れます。でそれねちょっとねあの水場でやらなあかんからちょっと水場でやってきます。ちょっと待っとってくださいね。はい、お待たせしました。ということでねちょっとやってきました。表ね今雨降っとんでねカメラ持ってきたら、まあ、濡れるかなと思って、もうねでもこれほんと簡単なんで、あのママレモンさえ持ってればよいしょ、これでねしっかりと拭くことですね。しっかりと拭いてあげる、しっかり何回も何回もこすってね拭いてあげましょう。よし、OK か。はい、じゃあね、このこれはもうね、あの最初に通りやすくするために巻くだけなんで、これはもう取っちゃいます。よし、はい、それでですね、これをまあちょうどね、ちょうどこの真ん中ぐらいに当てがってですね、で温めていきます。でこれがね熱チューブなので、こうやってドライヤーでやってもいいし、あとライターで炙ってもいいみたいですね。それとねなんやお湯につけてもね一瞬でギュッと縮むんですよ。なのでまあお湯につけると早いのは早いんで、僕がねいつもアシストフックをやるとき、あれも熱チューブ使うじゃないですか。でねアシストフックをやるときはお湯でね一気に固めちゃうんですよ。もう何個もあるから、もう10個とか20個とか30個とか一気に作っちゃうんで、それでやっちゃうんですけど、このねパドルのねパドルグリップ、これをねお湯でやると、このパドルのねなんていうのカーボンの黒いところが白くね変色することがあります。で僕も一回やって失敗してんけど、かなりねちょっとこうかっこ悪い見た目になるので、僕あんまりおすすめできへんかなとは思いますね。まあねアシストフックみたいにね何本も作ることじゃないので、まあ時間かけてゆっくりねこういうのやってもええかなとは思いますね。しっかりね、しっかりやりましょう。
これでね、両サイドから縮めると真ん中に空気が入ったりするから、なるべくね中央から外に外にやった方がまあええのかなとは、思います。はい、 OK です。あとはこれが冷えたらね終わりです。はい、どうだったでしょうか。今回はですね、ラインカッターにもなる、このパドルグリップのね紹介をさせていただきました。それでこのねカヤックのラインカッターですよね、糸を切るときですよね、これねカヤックがチンする、理由のねベスト3に入るぐらい結構糸をね根がかりの糸をぶち切ろうとしたときに、その勢いでねチンしてしまうという人がね、かなりねおられるということです。なので、こういうのつけておけばですね、転ばぬ先の杖にもなるし、例えば南方とかでですね、Pラインの3号とか4号とか、そういう極太のラインを巻いてジギングとかする際はですね、もう本当に根がかりした時は一大事なんですね。なので、こういうね、ラインカッター、つけ取っていただくとですね、必ず、使う機会が出てくると思います。はい、ということでありがとうございました。バイバイ。